えこれは、あ岩橋ですね。吉本芸人プラスマイナスの岩橋。暴露投稿第2弾。あの時俺をエアガンで撃った、牧陽子と平成ジャンプの中島。俺んとこに謝りに来い。怒ってますね。マンションで撃たれたんだよ、何発も。牧陽子は目が座ってて、中島はヘラヘラしてたわ。初対面やぞと。 えー、いうことでですね、えー、プラスマイナスの岩橋、えー、松本騒動の最中にですね、えー、浜田周辺でもこんないじめにあったということをね、えー、暴露してました。まあその後吉本との打ち合わせ、えー、があってですね、えー、なんかいろんな話をされて、まあ結局ツイッターを消すと、ツイッターを消すということがありましたが、まあそれはね、えー、非常に悔しかったというふうに今でも言ってるということで、まあ岩橋というのはね、そのキャラクター的にちょっといじられやすいと、まあ、いうところがあるんですけれども、おまあや 言われたこととはしっかり覚えているといるう感じですね。まあ、私はね石、岩橋というのは結構ね、その私にとっては、まあ、笑えるタイプの芸人という感じなんでね、結構数少ない笑える芸人という感じなんで、打率の高い芸人みたいな感じなんでね、えー、岩橋、えー、しっかりね、こうまあ、あもう頑張ってほしいといったところあるんですけども、はいえーまあ、このようにですね、えー、あの時俺はエアガンで打った牧葉子と、長島、俺のとこ謝りに来いと。 えー、いきなり、えー、言い放ちました。あまあ、エアガンで撃つといえばね、爆笑問題の太田がですね、こう楽屋挨拶に来た芸人をエアガンで撃つみたいな、これは結構ね、まあ、有名な話なんですけども、まあ、それは芸人同士のね、まあ、プロレスということでですね、まあ、お互い分かった上での、まあ、やり合いみたいなところあるかもしれませんが、 よくわかんない初対面のですね、なんか、あ女優とね、その、ジャニタレ、えー、ごときにですね、なんで撃たれないといけないんだ、というふうにね、えー、まあ、いわば、この時思ったんでしょう。はい、えー、まあ、誰でもそう思うかもしれません。まあ、マキヨーコといえばね、えー、過去のことについて、えー、日本について韓国に謝りたいとか、ほどいてですね。<laughs> もうそのまま半島から帰ってくんなというふうに炎上していたあ女優という感じなんですけれども、まあ岩橋がね、芸能界で生き残ってもらいたいなという感じですね。まあちなみにこれサバゲーのノリでやったんじゃないですかみたいなあ指摘もあったんですが、はサバゲーなわけないだろうと。マンションで撃たれたんだよ何発も。牧陽子は目が座ってて中島はヘラヘラしてたということで、俺年上で多分先輩やぞ売れてないとゴミ扱いする世界と。 ええー、まあ、いうことでね、ええー、まあ、売れてない、まあ、売れてない芸人となると結構ね、まあ、ああ、岩橋のキャラもあって、まあ、いじりやすい感じでね、こう、女優とかそういうやつ、あの、イケメンみたいなやつのですね、まあ、本性が出やすいといったところじゃないかと思います。はい、ええー、まあ、ああ、そういうわけでですね、この,おの、誰かと仲いいっていうですね、まあ、松本がいなくなってですね、 はい、えー、今、二宮とやってるんですが、なんか、二宮もなんか次元、えー、付きのですね、まあ、中井と共演ということで、なんか、えー、次は浜田と中井になるんじゃないかというふうに言われていてですね、<laughs> えー、果たして浜田と中井が噛み合うのかどうかと、お互い MC タイプなんでね、はい、えー、なんか、あー、はい、まあ、中井が思いっきりボケに回ればですね、こう成立するのかなっていう感じするんですが、まあ、なかなかちょっとね、まあ、キャラが被ってる二人同士で、まあ、どこまでうまくいくのかという感じでですね、 はい、まあ、こういうことが言われてます。はい、ええー、そしてですね。ええー、これは同じく芸人の話ですね。とにかく明るい安村さん、安村さん、フランスでは国評底辺の芸ということでね。<laughs> いや、そうだけどさ。 いや、本当にそうだけどね。もう日本でもそうだよ、という感じでね。もう、その、もう正統派のですね、このしゃべくりネタとかですね。えー、まあ、その、物真似芸とか、そういう,うね、その一芸という,うことではなくですね。まあ、本人もですね、こう、かつてはそういうのをコンビを組んでね、えアームストロングという,うコンビ名でですね、まあ、コントやったりしてましたが、まあ、思うように売れずに結局解散となってね、えー、挫折に至った明るい安村、えー が、あ、編み出したのが裸芸ということでね。<laughs> はい。えー、まあ、それはね、日本でも底辺ですよというところなんですが、はい。えー、とにかく明るい安村が人生最高のレストラン、人生最高レストランでフランスでの思わぬ評価を明かした。えー、イギリスの名物オーディション番組、ブリテンズ・ゴット・タレントでおなじみのラゲを披露して話題となった安村すると、韓国からも出演オファーが続々、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカにも出向いたと語ったということで、これまさかのブレイクでしたね、イギリスね。 ええー、安心してください。入ってますよ。と言ったのを、ただ英訳しただけのですね、えー、ネタがですね、えー、なんたらかんたら、パーンツみたいな感じで異様にバズってですね、<laughs> えー、本人が一番驚いたんじゃないかと思いますがあ、結局イギリスだけじゃなくですね、まあ、欧米諸国でですね、えー、まあ、ヒットしたということで、まあ、こういうのはね、 えー、PPAP 以来かなという感じ。PPAP は確かなんかその後トランプの晩栽会なんかに呼ばれて行ったといった <laughs>、えー、当時の勢い、えー、何たるやというところなんですが、あーもしかしたらこの安村がね、えー、大統領選挙終わった後のどっちで勝つかわかりませんが、勝った方の晩餐会にですね、えー、パンツ一丁で行くかもしれないという感じです。フランスでもめっちゃ受けたという安村は予選を勝ち上がり準々決勝へ進出。 ところが審査員の一人は彼のことを嫌いだったらしく、そんなレベルの低い芸はひどい。<laughs> よくわかってんね、えー。他の出場者はとんでもない芸術的なものをやっているのに、お前は何なんだ <laughs> そう言われたらもう返す言葉がないという感じですね。えー、もう一通りネタをやってね、えー、笑えないと言われたらもうググの音も出ませんからね。 ええー、お前は日本の中でも底辺の芸だろうと酷評されたと解雇。だがこれに安村はイエスと認めたと振り返っていた。まあそうだろうね。<laughs> そりゃそうですよ。はい。ええー、まあね。ええー、分かった上でやるのが、まあ芸というところがありますんで、はい。ええー、とにかく明るい。安,安村、まあね、一、えー、人からですね、もうレベルが低いと言われたようなんですが、まあ、おおむね受けたということで、まあそれは良かったんじゃないのかなという感じですね。はい。ええー、そしてですね、 えー、かなりひどい富士が映した地図、浜松の位置がひどすぎたということで、また富士がやらかしたようですね。はい。えー、で、これ一体何かというとですね。はい。えー、まあ、まずですね、この、まあ、ちょっと、実際の映像を見てたいと思います。はい。えー、これがあ富士のですね、これ目覚ましの、えー、映像かな。はい。このようにこうですね、こう、新幹線に遅れという感じでね、えー。なんか電光掲示板に不具合とかいうのありました。 はい、えー、次来る新幹線がわかんないみたいな事例になったんですが、この東海道新幹線、えー、東京から始まって新大阪までありますが、えー、品川、新横浜、三島あ、静岡、浜松、豊橋、えー、岐阜、新大阪ということでね、えー、まあ,あ、もう他にもいろんな駅ありますが、この浜松、えー、なんかおかしくないですか、これ <laughs>。 えー、静岡と浜松の位置が近すぎるということでですね。えー、これ実際にですね、この地図を用いると、もうむしろ浜松というのはこの愛知県寄りですからね。はい。えー、静岡と浜松は離れているから、まあ新幹線で、えー、お互い駅停車するという感じなんですが、えー、富士の地図ではもう静岡とか浜松の隣同士、もう、 これ、えー、もう場所的にはですね、ここ、もう焼津ですね。えー、焼津と浜松を間違えたのかというぐらいですね。なぜ間違えるのかもよくわかんないという感じなんですが。はい。えー、まあこういうね、まあ、よく気づくなという感じなんですけどね。まあ浜松在住の人からすれば、まあ気になるところだと思います。まあ静岡在住の人全体から見てもですね。はい。えー、まあフジテレビ、えー、何をやってんだかという感じなんですけれども、もうま、まともに報道もできなくなったかという感じなんですが。はい。もうフジテレビといえばですね、 えー、つい最近でもこういうことありました。MLB、大谷翔平山本由信、ドジャース開幕戦、中継権、凄まじい争奪戦、NHK は大金をはたいて初戦を独占ゲット、第2戦は NHK とテレ朝が並列生中継、TBS は交渉不成立、富士はそもそも資金難、ネットの反応、富士を落ちに使うなと。<laughs> えー、なんと。 えー、富士テレビは金がないんで、えー、映像、放送権が取れませんでしたというですね。<laughs> えー、なんと、オに使われてしまいました。もう、報道もできないし、金もないしということでね。えー、どうしようもありません、富士は。 はい、えー、まあ、最近はですね、その大谷翔平が二刀流でブレイクというのもあって、メジャーへの人気、メジャー人気というのもですね、えー、まあ、今まで、えー、で一番高まっているといったところあるんですが、あまあ、山本義信、えー、とかですね、はい、今年メジャーに行ってですね、まあ、ダルビッシュもおなじみという感じで、えー、まあ、大谷と山本が出場するこのドジャース。 えー、これがですね、まあ、非常に注目度が高いということでですね、えー、これの、まあ、あシリーズをですね、ぜひ日本で放映したいということで、まあ、テレビ各局がですね、まあ、争奪戦を繰り広げたと。 まあ、いうことのようですね。えー、で、えー、ドジャース対パドレスの2試合を NHK 総合テレビ朝日が中継することが正式に発表されたということで、えー、初戦は NHK 総合が独占で放送、2戦目は NHKBS とテレ朝が並列生中継する。今シーズン話題トップの試合中継だけに水面下での中継兼争奪戦は凄まじいものだったということなんですけど、まあ、これね、NHK はね、その、民放に譲ったれよとまず思いますけどね。 えー、それはその、もう、札束合戦になったら、それはもう受信料踏んだくってる NHK の方が強いだろ、つう話でね。えー、こういうところで NHK がシャシャリ出てくる意味がよくわかんないんですけどね。民放が放送したいっつうんだったら放送させてやれよと思いますけども。 はい。えー、まあ NHK がですね、なんと、まあ結局2試合ですね。初戦も2試合、2試合目も BS で放送するということでですね。えー、2試合とも NHK がなぜかね、異常なこだわりを見せてメジャーリーグを放送と、えー。まあこういうのを放送しとけばね、受信料払う価値があるみたいにですね、国民に思ってもらうみたいにね、えー、ゲスなあ計算してるかもしれませんけども。 はい。二戦目は、テレ朝が、まあ、権利しとくと、えー。在京テレビ局編成マンによ,よれば、は、本当はテレビ朝日が2試合とも地上波独占中継を狙ったのですが、BS の中継で広告会社との付き合いが深い NHK が、えー、これを大金で阻止したともっぱらですと。NHK が広告会社と付き合いが深いってどういうことなの広告なんてないでしょ、NHK に、えー。ちょっともう闇が深い感じしますけども、これは。 えー、2戦目のテレビ朝日は韓国チームとの練習試合2試合も抱き合わせで生中継することを条件に中継権を獲得できたと。えー、共に、えー、獲得を目指したフジテレビは資金不足。TBS は抱き合わせとなる試合の中継に編成サイドが難色を示したため交渉不成立となりましたと。いうことでね。えー、これ TBS も結局資金不足じゃないのかよって感じしますけどね。 もう TBS なんて半島大好きなんだから、韓国の練習試合も一緒に放送できるとなったらですね、えー、もう、本ちゃんの試合を中止してでもですね、その試合を中継するんじゃないかと。もう、三森関口博士がね、もうテンション上げ上げでですね、えー、ね、韓国チームはすごかったとか言うんじゃないのかという感じするんですけれども、はい、えー、謎の難色を示してですね、結局金がないんじゃ、だけじゃないかみたいな疑惑を拭えずにですね、 はい、えー、交渉不成立と。富士テレビは普通に資金不足というふうに書かれてしまいました。はい、えー、なんともかっこ悪い話なんですけども。<laughs> まあ、そもそも NHK が出てこなきゃ、その、中継権のね、争奪戦も、そんなマネーゲームにならないんじゃないのっていう気がしますからね。はい、別に大相撲を中継できればいいだろ、う、NHK は、という感じでね、えー。あと甲子園か。はい、えー、まあ、そういうことでですね。 えー、まあ、このように、まあ、富士が金もなければ、もうスタッフも、低能ということでね。はい、えー、そしてバラエティ番組は笑えないということで、えー、もう30区でですね、えー、今後やっていけるのか、といったような状況、なんですけども、まあ、必要ないテレビ局がね、減る分には一向に構わんよ、という感じなんでね。はい、えー、まあ、実力の足りないテレビ局は、とっとと、淘汰されてもらいたい、というふうに思います。というわけで、えー、本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。